私の名前はパニコ、29歳の OL です。30歳までには結婚するぞと昔から意気込んでいた私、実は昔からなぜかモテモテな私は彼氏が途切れることはなかったけど、なかなか結婚意識できるような相手がいませんでした。まあ結婚ってタイミングとか勢いとか相性とかその時の仕事の状況とか、まあいろいろとあるんでしょうから、多分今まではそんなこんなで知らず知らずのうちに機会を逃しちゃってたのかもしれませんね。だからね、もう29歳になるし本気で結婚を考えないとなって思ったの。規則正しい生活をしたり料理を勉強したりと、ここしばらくいろいろな努力を積み重ねてたんだ。そしてその結果、じゃじゃーん、現在の彼氏直政と出会うことができたんです。ねえねえパニコ、最近彼とはどうなのよ。30までに結婚するって言ってたけどさ、もう2ヶ月後にはみそじの誕生日を迎えちゃうでしょ。そうなの。でも直政とはいたって順調よ。今日も仕事が終わったらデートの約束してるんだ。へえ、パニコはいいの。直政さんって花形営業部のエースで仕事もできて、さらには高身長の、しかもイケメン、誰もが付き合いたい男性って感じだよね。そんなに褒められるとなんだか照れちゃう。ほんとパニコが羨ましいよ。私も30までに結婚したかったけどさ、相手が全然見つからなくて。茜は可愛いし、それに品もあるし、そのうちすぐに彼氏が見つかるって安心しなよ。うんうん、私もそう思うな。だってこのパニコでさえあんなにもイケメンな彼氏ができたんだもん。だから私たちだってまだまだ諦めちゃダメよ。ちょっと水木ったら、パニコでさえって言い方失礼じゃない？この二人は水木と茜、入社時からの仲良しの同僚です。お互い何でも言いたいことを言い合える関係なのはとってもありがたいんだけど、水木に限ってはいつも私のことを見下すというか、ひどい扱いをするというか、まあきっと私に彼氏がいること自体気に入らないんでしょうね。要するにやっかみってやつ。でも実は私、この度直政にプロポーズされたの。今日は二人にもその報告をしたいなって思っていたんです。それにしてもさ、今日のパニコなんか浮かれてない？上の空っていうか、ニヤニヤしてるっていうか。そう？私もそれ思った。さてはパニコ、私たちに何か隠し事かしら？私たち三人に隠し事はなしよ。そうよ。ほら、パニコ、白状しなさい。実はね、二人に報告しなきゃならないことがあるの。何？実は、昨日の夜、直政にプロポーズされたんだ。正直、サプライズプロポーズだったから、未だに私も信じられなくてさ。んで、昨日のこと思い出すと、ニヤニヤしちゃうって感じで。なんかごめんね。二人には、隠し事なく、ありのままのことを伝えました。妬んでいたとしたって、ずっと一緒に頑張ってきた同僚であり、友達だもの。きっと二人とも喜んでくれるだろうと思っていましたしね。え？パニコが結婚？それはおめでたいよ。先越されたのは、まあ、ちょっと少し悔しいけど、でもそれとこれとは別。パニコ本当におめでとう。幸せになるのよ。ありがとう。もうパニコったら私をびっくりさせて。私も正直悔しい。だってあの直政さんだよ。あのイケメンで仕事のできる直政さんのお嫁さんになるなんて超羨ましいよ。おめでとう。ありがとう。二人とも私の報告を喜んでくれて一安心。これで私も人妻か。そんなことが頭をよぎると思わずニヤついてしまいますが、仕事は仕事、きちんとメリハリをつけなきゃね。その日の夜、今日のランチの時にね、同僚に結婚することを報告したんだ。そしたらすっごく喜んでたよ。結婚すること話したの？うん。あれ、ダメだった？てか誰にだよ。誰にプライベートなこと話したんだよ。え、ちょっと何そんなに怒ってるの？いいから、誰に話したんだよ。茜と水木だよ。だって二人は私の親友なんだから、結婚の報告するのは当たり前でしょ。まあそうだけど、それにしても報告するならするで一言言ってほしかったよ。
そうか、もう行っちゃったのか。ナオマさ、どうしたの？いや、たくパニコは本当唐突なんだから。親友に結婚報告するくらい当たり前だよね。それになんかさっきからスマホをいじってばかり。ねえナオマさ、うわっ、うわ、びっくりした。ちょっとどうしたっていうのよ。急に呼ぶからだろう。なんだよ急に。あのさ、今日は結構スマホが鳴ってるみたいだけど大丈夫？何かトラブル？仕事の用事で忙しいなら今日はもう帰る？え？あ、そうだな。なんだか最近俺もやけに仕事が忙しくて、今日のデートはこの辺で切り上げて、また近々だな。え？うん。じゃあ俺ちょっと会社戻るわ。パニコ悪いけど、ここの会計よろしく頼むよ。あ、わかった。そう言って直政は慌てて去って行ってしまいました。なんなのあれ、怪しすぎでしょう。あまりの直政の動揺っぷりに私は違和感しかありませんでした。しかも会社に戻ると言ってお店を出て行ったのはいいのですが、直政が向かった方向は会社とは逆方向。絶対何かある。おかしい。そう思ったので、その日しばらくしてから直政に連絡してみたの。でもその日直政から返事が来ることはありませんでした。翌日会社で顔を合わせてもなんだかよそよそしい態度で、明らかに私のことを避けているしね。それから数週間、私は直政からのらりくらりと避けられる毎日が続き、正直どうしていいかわからなくなっていました。だって結婚相手に避けられるって意味がわからないじゃないですか。やけになっていた私、悩んだ時はあそこに行くしかない。今日は一人でやけ酒よ。ある日の仕事終わり、私は行きつけのバーのカウンターで一人でお酒を飲んでいました。これから私は直政と結婚するのに、なんだか幸せな気持ちよりも不安な気持ちの方が大きい。本当に幸せになれるのだろうか。そんなことで頭がいっぱいになってしまっていました。するとそこのバーに突然よく知っている二人が入ってきたんです。その二人はなんと水木と直政。え、どうして二人がここにいるの？いや、パニコ？ああ、パニコも来てたんだ。どうしてって言われてもね。だって私と直政さんはずーっと前からお付き合いしてるから。え、お付き合いしてたって？突然の登場、そして突然のお付き合い発言に私は開いた口が塞がりません。直政は最初こそおどおどしていましたが、途中から完全に開き直っている様子。そして何を言うかと思いきや、ごめん、俺はずっと前から彼女のことだけ愛してたんだ。そう言ったのです。何この展開。正直めちゃくちゃショックでしたよ。そりゃもう立ちくらみを起こしそうなくらいにね。だってついこの前私にプロポーズをしてきた男と、そのことを報告したらおめでとうと言っていた親友が付き合ってたってカミングアウトしてんですから。あまりに突っ込みどころ満載の状況に、どう考えてもいい答えは返ってこないことを知りつつもわざわざ聞いちゃいましたよ。だって聞かずにはいられなかったんだもん。あのさ、水木、私と直政が付き合っていることも、それに私がプロポーズを受けたことだって知ってて、こんなことしてたの？まあね、そんな感じかな。だって誰がどう見たって直政さんとお似合いなのはこの私だと思わない？だからごめん、パニコは直政さんと別れてあげて。そんな。直政、水木と私と同時に付き合ってたってことなのよね？まあそうなるかな。ひどい。てかさ、直政さんが私を選ぶって決めたんだからそれでいいじゃん。とりあえず今日は私と直政さんがこのバーでお酒を飲むの。だから邪魔者は撤退してもらえるかしら。俺パニコと結婚すれば楽そうだなって思ってたんだけど、やっぱ水木とは離れられないって思ったっていうかさ。ひどすぎる。あんまりよ。仕方ないだろパニコ、悪いけどそういうことだから、ここの会計はお前の分まで払ってやるから、とりあえずこの店出てくれよな。そして私は反強制的にバーを追い出されることになったの。
私はあまりのショックで、その後どの道をどうやって進んだのか覚えていないのですが、気がつくと茜の自宅に来ていました。ちょっとこんな遅い時間に一体どうしたっていうのよ。泣いてるの？とにかく中に入って。ごめんね、こんな時間に。でも私一体どうしていいかわからなくって、茜しか相談する人思いつかなくて。分かったから、とりあえずそこ座って。で、一体何があったっていうの？話してごらんよ。直政さんと喧嘩でもしたの？喧嘩っていうか、実は直政、前から瑞希と付き合ってたみたいで、それで今日二人が一緒に私の前に現れて、もう別れてほしいってそう言ってきたの。なんなのその最低な話は。直政さんも直政さんだけど、瑞希も瑞希よ。親友の婚約者に手を出すなんて絶対に許せないわ。そうだよね、ひどいよね。パニコ、まさかこのまま黙って見過ごすわけじゃないわよね。え、仕返しするのよ。私も協力するから、やり返してやりましょう。人の不幸の上に幸せを築こうとしてる奴らなんてとっちめてやりましょうよ。あかね、ありがとう。そうだよね、うん、そうだね。やってやるんだから絶対に許さないわよ。覚悟しなさい。よっしゃ、パニコはそう来なくちゃ。いしし。その後、私と茜は車内で直政や瑞希のことを一切無視、そしてそれと同時に婚約破棄の慰謝料を請求するために探偵事務所にも調査依頼を開始しました。そしたらね、まあ出るわ、やっぱドキュンって人生何かしらやらかしてるもんですね。これは面白いことになってきたぞ。それから数日後、完璧なまでの調査結果を手に、私と茜は車内で仲睦まじくランチ中の直政と瑞希を直撃。ちょっとよろしいかしら。パニコ、なんだよ今更。ちょっと二人に言いたいことがあったんだけど、いいかな。まあ、ものの10分もかからないうちに冷や汗もんのお知らせがあるんだけど。はあ、どうせ邪魔しようってんでしょ。何よ今さら、私たちを引き裂こうとしてもそれは無理よ。いや、そういうことじゃなくてさ、この話、あんたたち二人にとっては大切な、そりゃもう超重要な話なんだけどな。てか、聞いておいた方が今後の二人のためかなって思うしね。なんだよパニコ、お前さっきからニヤニヤして気味が悪いぞ。俺と結婚したかった気持ちはわかるけど、前に言ったように俺はもうパニコに気持ちはないんだよ。そうよ、私たちの邪魔しようとか、どんだけ。あんたたち結婚するわけ？あんたに関するの？しないの？どうなのよ？ねえ、もういいわ。そうよ、私たち結婚することが決まったから、ほら見てよ、この輝く婚約指輪。パニコはもらいもしなかったんでしょ？やっぱり本命は私だったってことよね。そう、俺はやっぱり心から愛する女性と結婚することが一番だと思ってるから。嘘、そんな、へえ。私は顔を両手で覆って泣き真似。やった、これで作戦成功。仕方ないわよね、愛し合ってるなら私が身を引くわ。だから二人が結婚することは構わないわ。よかった、分かってくれたんだなパニコ。たく、初めからそうやってさっさと納得しなさいよね。自分が選ばれなかったってメソメソ泣いたりしてさ、みっともない。私、婚約破棄の慰謝料を二人に請求するわ。ちょっとなんで私にまで慰謝料請求？それからね、私いろいろと調べさせてもらったけど、二人とも結婚するってほざいてるくせに、随分とお互いに嘘をついてるみたいね。ね、これから夫婦になるのに大丈夫？私もちょっとこれには驚いたわよ。茜が分厚い封筒をバッグの中から取り出し、中身をぶちまけました。するとその書類を見て、これまで勝ち誇っていた二人の顔がみるみると青ざめていったの。なんだよこれは。何言って、あなたが私や瑞希と付き合っている他に結婚を約束していた女性の詳細じゃないの？
愛さんに、美里さんに、愛理さん、他にも多数、まさか知らないとは言わせないわよ。ちょ、なにこれ、こんなにたくさん愛人がいるわけ？ひどい、最低よ。どうなってんのよ。いや、その、これは違うんだよ。あら、そういう水木だって人のこと言えないじゃないのよ。あ、水木の方は直政さんみたいに特会引っかい人数こなしてるってわけじゃないけどさ、愛人歴の長さの方ですごいわよね。随分と昔から愛人関係を続けていた人がいたようじゃないの。いけ、なんだとお前、本当なのか。あんたよ、この会社に入社した時から既婚者の井上部長と付き合ってんのよね。ま、どういうことだよこのシリガルが。な、何言っちゃってんのよ。あんたにだけは言われたくないわよ、アホ。てか水木、かれこれもう9年とか、すごすぎ。てかさ、井上部長の奥さん超怖いで有名なんだよ。確かに聞いたことあるわ、共済課の中の最高レベルって。奥さんこのこと知ったらどうなっちゃうのかしら、怖ー。ちょっと待って、まさかとは思うけどこの書類。ああ、そしたきっちりしっかり奥様にも郵送しておきました。なんてことしてくれてんのよ。私の人生をぶち壊す気なの。いやいやいや、何おっしゃってるんですか。他人の人生をぶち壊して生きてるのはあなた方二人ですから。これから償いとしてしっかり慰謝料を支払ってもらいますよ。覚悟してちょうだいね。そんな、私そんなの困る。そうだよ、勝手なことばかりしやがって。あら、先に勝手なことをしたのはあんたたちじゃん。それに直政、あんたもこれから大変よ。この事実、すべての愛人たちにもしっかり報告しておいてもな。なんてこと。みんな、あんたのこと結婚詐欺で訴えるってさ、おめでとう。そんな、なんでだよ。俺たちにだって未来はあるんだぞ、ふざけんなよ。そうよね、いくらあなたたちのような無能にだって未来はあるわ。うん、え、それはあるわ。ただその未来はふざけたことばっかしてたドキュンにはそのツケを払う未来があるわよね。ま、一生借金背負って罪滅ぼしする人生頑張って。いしし、がっくりうなだれて泣きわめく二人をその場に取り残し、私と茜は満面の笑みで去りました。ほんと、それからというもの、直政にも水木にも私を含め各方面から慰謝料請求の嵐。私にだけで二人で500万円以上もの支払いがあるのに、他の人たちにきっちり支払いができるのはいつになるのでしょうね。その後二人は会社を去りましたが、どうやら破局した後、それぞれひどい環境のもと借金を返済するためだけに仕事をしながら泣いて暮らしているそうな。一方の私は直政と水木からしっかり慰謝料を受け取り、ルンルンです。あかね、いろいろと心配かけてごめんね。あかねのおかげで少しずつだけど心の傷も癒えてきたよ。ほんと、それならよかったよ。でも実際驚いたよね。二人の浮気の証拠をつかむためのつもりが、まさか双方に別の裏の顔があったなんてね。パニッコ、あのまま結婚しちゃわなくてよかったね。そうだよね、危なかった。はあ、でもお互い30までに結婚する夢は叶わなかったね。ああ、そういえば、まあ別にいっか。うん、もう年齢とか気にしなくてもいいと思う。これからも頑張っていこうよ。そうだね、今日は私がお礼を兼ねておごるからさ、朝までパーッと飲み明かそうよ。いしし、ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。